はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はこちら写真家ジョゼフさんの、救助狩戦法の方をやっていきたいと思います。救助狩戦法で僕が必要かなと思ったのはやっぱり左側の、はい、傲慢、これやっぱいるかなということで、ちょっと今回は傲慢を持ってやっていきたいと思います。プラスなんで上の方撮ってるかっていうと、やっぱりまあ最悪の一撃とか強いしということで入れております。序盤ちょっとゆっくりしますが、全員をね 0.5 でもダメージ与えていれば始まります。ジョゼフの時代が。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。場所は軍需工場です。やり慣れてます。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。で、今回のサバイバーは空軍調校師カウボーイ祭司ですね。はい。まあ、空軍がいるんであれ持ってこようかなーとかも思ったんですが、特質の方は、今回あれ持ってきてます。なんかいたな。OK。わからんが、まあ、とにかく行っていこう。で、何でしたっけ？特質は、一応瞬間移動持ってきてます。やっぱ万能ですので、OK。カウボーイ一発殴ったんで放置です。これで次カウボーイが来たらめんどくさいですね。できることならカウボーイ以外のやつを釣りたい。カチャカチャやってないか。これは祭司ですね。本当はこれはしたくないんですが、まあ、今回見つかったからいいですね。結構早く見つかるんだったらゴーマもいらないんですけど。 OK。 調香師にも一応一発加えましたと。だったらばこいつを助けには来ていなかったか。一応これで、祭司がな、違うんですよ。ダウンさせたかったわけじゃないんですよね。祭司ダウンさせたら、共同世界が消えた時体力半分になるんで、これ治療されちゃうんですよね。ただ調香師に与えた 1.5 のダメージは、回復しても1しか回復しないんで 0.5 残るんですよね。つまり助けに来たら一発でダウンしちゃうんですね。いやー、これがやりたいんですけど、まあ、今回ちょうど医師がいないからよっしゃーと思ってたら、ちょっと祭司さんの関係上あれですね。これ祭司か。祭司じゃないけど、空軍さん、OK、一発！空軍さんに一発与えといたので、そうですね、空軍も助けるのは難しいんじゃないかな。こうなるとあれが欲しいですね。なんかいっぱいいるな、ここ。ここいっぱいいるな。こっち誰だ？これ誰？空軍か。祭司がいいな。祭司追いかけたいな。ただまあ、祭司、まあ、祭司がいいなって。いや、これさ、当たらんか。だったらこっちの方で何かしてたでしょう。調香師が回復したような気がするが。ああ、回復してたね。ただまあ、これは回復できないんで、石じゃないと。なんかくるくるやってんぞ。なんでやねん、なんでやねんって感じだったよね、今のカウボーイさん。 OK、 当てました。今のって空軍が一緒に、いや違うね、調香師が確か一緒にいたんで、空軍で銃ぶっぱされる必要はない、される感じはない。耳鳴りが一瞬消えたので近くにはいないな。 いないね。写真撮るだけ撮っとくか。あんまり写真は撮りたくないんですよね。ただここまで来ると、ここまで来たらあとは救助狩りするだけなんで、写真撮る必要もないんですけど、撮ったとしても相手が回復しなければいいなーって。 OK、 空軍さんをここでダウンさせまして、そうですね、あとはあそこにいたのは調香師か祭司か。調香師が一緒にカウボーイと行動してたので、いるとしたら調香師の可能性が。そして耳鳴りが発動ってことは近くに誰かがいる。この空軍はダウンしてるので発動しないので、祭司か調香師ですね。調香師が来てるんだったらまあいろいろできるんですが、調香師だね。調香師が助けに来てるんだったら一発、まあ祭司に一発与えたからよしよしようと思ったらお前も立ち上がるんかーい。 OK、 OK、 これで空軍もダウンさせたので、っていうかカウボーイが今気づきましたけど共存世界の助けられちゃってますね。カウボーイそこで全力待機かい。残念だが、あ、助けちゃったか。今の空軍に当たったことになるんだね。すごいね。カウボーイってそんなことできるんだ。
いた興奮の方が良かったかもしれません。ただ暗号機の解読もまだあと4つ残ってますし大丈夫と思うんですけど、そこ解読してる？解読じゃないな、椅子倒したのか、椅子じゃねえ、板倒したのか、椅子倒したってどういうこと、何があったの、あら調光師さんどうした、まあ、調光師さんも一発食らったらダウン状態なんであんまり追いかけっこしたくないだろう。 OK 今の当たるんだねちょっとわかんねえな、ちょっとわかんねえな、攻撃範囲が。オッケー、これで助けに来れるのは空軍とカウボーイかな。このタイルが半分状態は嫌なんですけど、まあ仕方がないって仕方がないか。その分解読が全然進んでないので、うん、カウボーイに縄フルフルされるのも嫌なんですが、カウボーイ来たなミスってるしミスってるし、オッケー、調光師がとにかく半分はいくね。これで祭司以外は全員半分以上立ってるかと思うので、どうする、そこのいや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 無理だろう、いや無理だろう、今のカウボーイに当たってないの。OK 祭司が回復したってことは空軍と祭司が一緒にいる。でこいつは飛ばしましょう。でカウボーイが近くにいたんで、残念ながらこの人飛ぶけどカウボーイまだ近くにおったろ。あそこで黄色いワープがありますね。これはあの祭司のアップデートで追加された遠距離ワープですな。残念なことに祭司以外のキャラクターはこういう感じで入っちゃうので、よこれで、ああ違う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 、カウボーイを殴らんかい、あっちの方だったよね。こうなると瞬間移動が強い。 OK 倒すでしょ。カウボーイさんが助けに来るのが嫌ですが、おお、カウボーイとすれ違いました、間に合わないでしょ。 OK 空軍さんは半分いってる、わあマジでそんなアクロバティックなことしちゃう、また空軍に当たってるよ、おかしいだろう、おかしいだろう。 OK 恐怖の一撃って空軍に当たったのか今の、もうわかんねえな、当たり判定が。カウボーイ、お前は。OK! 半分与えたけど、そうなんだよな。回復されたんだよな。OK。空軍がどこに行ったかなって感じですけど、どの道空軍が助けに来ても、もうあれはついてないですね。あの危機一髪。こんにちは、こんにちは。こんにちは。今のが当たらないんですね。あ、今のは当たるんですね。もう本当によくわかんないですね。まあいいでしょう。カウボーイさんを釣りまーす。あとは祭司だけですけど、祭司は助けに来れない。来たとしても一発でダウンさせられます。これがランクマッチの方でどれくらい動けるかって感じなんですけど、反応してるね。あ、カウボーイってもう飛ぶんか。今赤く光ったね。こんにちは。こっちに脱出口はなかったはずだぞ。ハッチはなかったはずだ。当たらんの。これは壊しておきましょう。ワープはさせるか！オッケー！間に合った！間に合った！オッケー、これでさようならバイバイと行きましょう。この祭司の服装いいね。この祭司の服ちょっと好きかもしれない。はい、ということでいかがでしょうかね、このジョゼフさんのね、誰が考えたのかちょっとわからないですけど、救助狩り戦法かなり強いんじゃないかなって。序盤サバイバーがスポーンする場所を知っているんだったら傲慢じゃなくてもいいかもしれないです。僕は未だにわからないことが多いので傲慢をつけました。いかがでしたでしょうか、皆さんぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。